ほうれん草のナムルを作っていきます。はい、ではほうれん草を処理していきます。でほうれん草はここの一番端っこのねちょっとピンクになったところが一番栄養があって甘みがあるのでここは捨てずに食べたいです。ただここの間にいっぱいこう土とかがね入っているのでまずここをきれいに洗って茹でていきます。ではまずここを半分に切りますよ。で手でもうバーッと裂いてもらったらいいです。でそうするとここに土が入っているのが見えるのでこれを流水で流していきます。綺麗に取れるしバラバラになりにくいので茹でた後にまた絞りやすくなりますよ。こういう感じね。はい、よくここをね十文字に切って洗い流すという方法もあります。それでもいいんですけど私はねこう半分にこう切ってあげてよく中を見ながら洗い流すことによって綺麗に洗い残あのなんか汚れをね綺麗に落とすことができるので半分に切ってやっています。水の中でくぐらせて土を取っていきます。やっぱり土が残っているとねこう漬物にした時に衛生的に良くないのでしっかりと茹でてもね取りにくい場合があるので先にねしっかりと取っていきますよ。中の方にちゃんと洗います。はい、ではほうれん草を茹でていきます。ちょっとねこうお鍋よりもフライパンちょっと深めのフライパンで茹でると上手に茹でることができるので今日はフライパンで茹でていきます。お湯を沸いたらちょっとティースプーン1杯ぐらいのお塩を入れます。そして今日は、ほうれん草茹ですぎると美味しくないのでお湯が沸いたところにまず硬い部分を30秒つけます。意外とね30秒長いんですよ。ちょっとこう葉っぱはつけずにこうやけどしないようにねちょっと菜箸で押さえるようにして30秒かけていきます。これ弱火にすると威力がなくなるので、まあ、しっかりこうふつふつ沸いている状態のまま保っていきます。もう色が綺麗なの分かりますよね。で30秒経ったら葉っぱのところを入れて、お鍋で茹でるとこの作業がね難しいんですよね。フライパンで広いからそのまま滑り込ませてあと30秒きれいに茹でることができます。あと30秒入れていきます。はい、じゃあちょうど1分茹でたところですぐ冷たい水につけてください。でちゃぽんとつけて流水で急激に冷やすことによって甘みも増します。茹でるね余熱で火が通ることもないので冷たくします。でバラバラにしないでこっち側をね中心に持ってすると揚げた時もすぐ揚げられますからね。このまま冷めるまで、で冷めたら汚れも取りつつ冷めたらここまで一回絞っていきます。はい、ではほうれん草を切っていきます。で茹でたほうれん草をねまずこの状態で一回絞る。はい、結構水が出るので何度かにこのまま切っていきます。まずねでここの赤い部分食べたいんですけどちょっと一番先のところがね汚れてる場合があるのでここはちょっとだけ切り落とします。で食べやすい大きさに切っていきます。はい、はい、ではほうれん草をね漬け込んでいきます。その前に美味しくするためにここでもしっかりと水分を取っていきます。さっき絞ってたくさん出たのにまた水が出てきますよね。この水をしっかり切らないと味もぼやけるし水っぽくなって日持ちもしなくなってしまう。このぐらいキュッとなるまで袋に入れていきます。この茶色いね水もねアクなのでしっかりと水を切ることでアク抜きにもなります。綺麗に取れてないとねちょっと口の中入れた時にこうなんかザラついた感じがねすると思うんですけどしっかりとほうれん草は処理してあげるととても甘みが強くて美味しい味に出来上がります。しっかり絞ったら入ります。はい、では調味料を入れていきます。そして今日はシンプルな調味料なんですけれども一つだけコツがあってどんどん調味料を入れずにまずこのごま油を先に入れることが最大のポイントです。ごま油を先に入れることによってほうれん草をねこうちょっとこう一度ねほうれん草に全体にごま油をなじませていくことが最大のポイントなんですね。
まず油でこうほうれん草に細部にコーティングすることによって水が出にくくなって、とてもね味が乗っていきますので、必ず調味料を先に全部ババッと入れずに、ごま油だけをね最初入れて、ほうれん草全体にごま油をなじませてください。葉っぱのところもねほぐしながらねこう油を入れていってくださいね。これをね、こう面倒くさがって、ね、調味料全部入れてしまうのとでは全然味が違ってきます。はい、全体に油が馴染んだところで、あとはお醤油とごまを入れていきます。はい、ごま油が全体にきれいに馴染んだら、あとは調味料ですけれども、今日はこう1羽使っているので、1羽に対して大さじ1のごま油を入れました。そして大さじ1のごま。これは煎りごまですけど、すりごまでも大丈夫です。そして、醤油を小さじ1。全部1、1、1なので、覚えやすいですね。このまま入れて、あとはなじませる。醤油を全体に絡めていきます。ごまがね、たっぷり入ってるんですけど、香ばしくてね、とっても美味しいので、たっぷり入れていきます。方はここにニンニクを入れたり、お砂糖をちょっと一つまみ入れると風味がアップすることもありますので、お好みでそこは追加してください。これが一番シンプルなナムルになります。ここを絞って30分ぐらいなじませると、とってもこうまろやかに仕上がっていきます。